い、こんにちは、スワクテカと申します。今回はですね、デッキ紹介動画 BK 編パート2ということで BK のデッキ紹介動画を撮らせていただきました。また BK かよというツッコミがあるかもしれませんが、勘弁してください。僕が紹介できるデッキなんてそうないんですよ、本当に。この BK だってほとんどね、自信なんてないですからね。まあ2番センチと思われますがね、またかよと言われずに、まあ生温かい目で見ていただければ幸いです。はい、それではまあ早速説明というか内訳の方を紹介していきましょう。はい、はい、ヘッドギアが3枚、はい、スパーが3枚、はい、スイッチヒッターが3枚、グラスジョーが3枚、エフェクトベーラーが2枚、仮面レオンが2枚、はい、モンスターは以上です。では魔法です。大嵐1枚、月の書が1枚、増援が1枚、死者蘇生1枚、禁じられた清掃が2枚、サイクロンが3枚、はい、以上になります。最後トラップです。神の宣告1枚、デモンズチェーンが、3枚、神の警告が1枚、激流走が2枚、ミラーフォースが2枚、ミステイクが2枚、強制脱出装置2枚、転生の予言が1枚、スターライトロードが1枚、以上ですね。ちょっと見にくいか。はい、デッキは40枚です。はい、次エクストラいきまーす。はい、ガーガンマン1枚。リードブローが3枚ですね。こちら。はい、ブラックコーン号1枚。キングレムリンが1枚。スクラップドラゴンが1枚。クリムゾンブレーダーが1枚。閃光竜スターダスト1枚。スターダストドラゴン1枚、深淵二層門1枚、もうなんでこうバラバラなんですか私は。はい、エンマリオレッドデーモン1枚、クレイジーボックス1枚、ダイヤウルフ1枚で、アークナイトが1枚、以上ですね。はい、まあ特にね変わった点と言いますか、そんなところはないとは思うんですけど、まあ一番変わった点はそうですね、こちら、この仮面レオンが増えた点ですか。ですので動きというのは最初にキングレムリンを出して罠ガン伏せというのがほとんどの動きですね、自分の中では。まあエフェクトベーラーが入れてるのはもうどう考えてもこのせいです、こいつのせい、アークナイトのせいです。はい、もうこいつのこいつへの確実な回答というものがこれしかなかったので、まあ、ベルズビュートも、まあ、ベルズビュートが起きたおかげでこいつが打つ機会が増えたというのはありますけども、まあ、あまり期待した方がいいですよ。大体その前に、大嵐引かれて壊滅状態を知ってますから。手違いが入ってる、いまだに入っている理由。まあ、抜きたいんですけど、最近、紋章銃が増えてきて、先打ちにされた時の、先行を取った時で手違いを捨ててると、かなり安定するんですよ。なんか、すごい安定して、まあ、もちろん、これとアンチシナジーというのは分かってるんですが、強い場面しかなかったので、未だに入れてます。はい。他は何でしょう。清掃は、まあ、ほとんどの場合ですかね。サイクロンで打ち抜けないことが多かったので、はい。まあ、それぐらいかな、考えるべきなんていうのは。だから、最初の動きは、このあたり、グラス状スパー出して、まあ、キングレムリン立てて、罠をガン伏せして、こいつサーチしてきて、で、次のターンに備える。モンスターのリソースを切らさないということですね。はい。アークナイトが出たおかげで、リードブローの攻撃力がさらに減りました。はい。これはもうフィニッシャーみたいなもんですよ。戦線維持というよりもフィニッシャー。はい。強制脱出もぶっちゃけ入りまくってますから、あまりこいつに頼りすぎる構築では勝てないようになった。スターダスト先行流。先行流はね、このデッキではかなり強い方だと思ってるんですけどね。まあ、こいつも守れるし、まあ他も一切守れるし、他に入れたいカードはそうですね、
まあ一番はやはりこいつでしょうな、うん、トリオンの小悪魔、うん、今の主流 BK の主流はトリオン入りだと思います。うん、まあ、なんで入れてないかっていうと、まあ一回入れたら僕では回しきれなかったっていうのがほとんどですね。トリオン召喚してそのまま丸裸っていうのが多かったのと、トリオン召喚、ナラクサーチ、じゃあ2枚セット、終わらしパーン、死にましたっていうことが多かったっていうこと。うん、いや、もちろんトリオン入りの方が強い、トリオン入りは強いとは思うんですけど、あくまで僕には合わなかったっていうだけの話でして。うん、これ、まあ、これから先もうちょっと試していこうかなと思います。ちょっと今、これで大会出たりはしてないんで、はい、CS 近いから、まあ、遠征とかに浮気しちゃってるかな、みたいな感じがあったりするので、これでもうちょっとな、これを研鑽していただきたいなと思います。かなりこれ古いままなんで。はい、まあ、ですので、入れるとしたら、まあ、トリオンとか、かな。エクストラもね、いろいろと買わなきゃならないなと思うんですけどね。ベルズビュートとかも全然入るでしょ、このデッキだったら。まあ、こんなん微妙ですからね。いらないですよ、賞味。まあ、これがあるのはなんかあれだな、ワンチャンで、あれですね。何フェルグラント突破しに行くときとか。6分の1にかけようぜ、みたいな。そんなんかな、それぐらいかな。うん、まあ以上になりますね。うん、まあまた機会があるならばトリオン入りの BK とかも紹介していきたいなと思いますので、よければ見ていただければ幸いです。すいません、短いですが、それじゃあ以上になります。では、失礼いたします。もしこんなデッキが見たいとか、僕の使ってるデッキでこれ紹介してくださいっていうのがあれば出しますので、今のところ使ってるデッキが BK、ベルズ、アライブヒーロー、四軸遠征、聖騎士、以上になります。それぐらいかな。もうほとんどは大体わかると思うんですけどね。はい、大体僕大会の動画とか見てれば、使ってる動画とか大体わかると思うんですけど、それぐらいかな。はい、それじゃあ、以上になります。では、ワクテカでした。お疲れ様でした。失礼します。